いいあなた。やつをできるだけ残虐な方法で殺してきなさい。やり方はあなたに任せる。いってらっしゃい。どうも皆さんこんにちは、セピアです。さあ、今回はプランタジネット帳イングランド後編の後編、やっていきたいと思います。エドワード2世、3世というね、前回1世やりましたけども、その子供、さらに子供と続いていきます。えあらかじめお断りしておきます。今回、閲覧注意です。閲覧注意ですよ。 あらかじめ言いましたかね。前回、エドワード1世までやりました。で、この子供、子供っていう感じで続いていきます。あの赤子ですね。エドワード1世がプリンスオブウェールズって言ってですね、この言われて1日の赤子を持ってきたって言ってですね、この子が次のプリンスオブウェールズですって言ったあの赤ん坊が育ってエドワード2世になっています。ここからですね。前回、 えっと、エドワード1世がスコットランドと戦っていて、で、この戦いが終わらないうちに、スコットランドは取れたの取れてないのっていうような状態で、エドワード1世は亡くなっていきました。で、この時にエドワード1世が遺言を残していた。2世、お前はいいか ?2 世とは言ってないと思うけど、2世、いいかこのスコットランドとの戦いは絶対に続けろよ戦い続けろお前が改めてもう一回スコットランドを抑えるよっていうふうに言って、亡くなっていった。で、 戦い続けたんですね。新しくなったエドワード2世。続けたん。だけれども、このエドワード2世、全然やる気がなかったんです。この人はね、とんでもない人なんです。あのー、史上最低最悪の国王と言われるジョン。いましたね。あの、ジョンをこの人と、並び立つほどの、どっちが最悪だろうこれ。最悪王決定戦にノミネート、堂々ノミネートするぐらい、 この人もとんでもない無能というかダメな国王として刻まれてる国王なんですね。ねえ、このまずスコットランドとの戦い全然やらなかった。あのー、人中、わかりますかねこう兵士たちが大挙を詰めてきて、で自分は、だってあれしでしょ仮にも王太子でしょだから武将ですよ。日本の、日本語の感覚で武将を出して国に出てるわけだから、例えばさ、あのナポレオンがやったように諸君。 4,000年の歴史が諸君たちを見守っているぞとかっつってこう鼓舞していくいそういう係なのにそんなこと全くしないでなんかねあの舞踏会に出るようなすごいキラキラチャラチャラしたような服とかをですねこのテントの陣営のテントの中にこう置いてでそれを着てで自分の寵愛しているですね 人がいたんですけれども、その人とかにも着せて、もうこんなちゃんちゃらちゃんちゃらちゃんちゃら、もう毎日毎日踊ってるっていう、昼夜問わず、目の前で戦いが起きてるのにだよ。目の前で戦いが起きてるのに、そんなこと全くどこ吹く風で、そうやって全くやる気を見せなかった。だからっていうことでですね、もう諸行たちから大貧粛。これで戦いうまくいかなくなっちゃって、負けて、スコットランドから撤退っていうことになっちゃいました。 だから改めてスコットランドは独立国ですっていうことが確認されましたここででスコットランドの独立維持となったんですねでこれはイングランドにとってはすごくまずかったなんでかっていうとイングランドそもそもエドワード1世がこれ攻めていこうってやったのを俺たちの土地も増えるからっていうその諸行の気持ちをくすぐって攻めていったそうなんですよねでも取れなかったから増やせる土地がないんですよ で、この頃の封建制度って、やっぱり土地を中心にして結びついてるものです。日本でもこの頃ちょうど同じ頃、鎌倉時代、ゴーンと奉公っていうのがありました。将軍が御家人に土地を与えて、で、その代わり、御家人たちは何かあったら鎧、鎧甲冑着て武器を持って、いざ鎌倉って言って戦いに行くっていう、そういう仕組みありました。土地を基本にした制度なんですね。結びつき、主従関係なんですね。だから土地が増えないと、その主従関係もガタガタになるっていう、だからちょっとここで、 イングランドにとって苦境に陥るような、そんな要素があった。まあ、ただ、そんなことっていうのは、このエドワード2世を語る上で、些細なことなんです。本当に微々たることなんです。この人ね、本当に、ものすごいダメな人っていうのも、とにかく、今風の言い方すると、依存性の強い、依存症の毛がある人で、で、しかも、 愛する人間ができたら、その人間に全てを注ぎ込んじゃう。もういろんなしきたりとか、階級の決まりとか、この王宮の決まりとかっていうことも、もう全部無視で、その人に全部傾けちゃう。っていうような、そんな人だった。しかも、この人、どうやら同性愛者だったんじゃないかっていうふうに言われています。同性愛というかね、今風に言うと、バイセクシャル。男でも女でも愛するっていう、そういう人だったんじゃないか っていうふうに言われてます。で、まずですね、フランス系の騎士身分の息子にギャビストンという人がいて、で、このギャビストンという人をまずすごく愛しているって愛人というような形で、長愛するっていうことになった。 で、このギャビストン、お父さんにちっちゃい頃に遊び相手として付けられた、年も同じくらいの遊び相手として付けられた男の子だったんだけども、その男の子と遊んでるうちに、どん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 好きになっていって、で、大きくなっても愛するようになって、ということでやっていって、で、あのテントで、スコットランドと戦ってる最前線のテントで、じゃんちがかじゃんちゃか踊ってるっていう時に、隣にギャビストンがいたんだ。 自分も舞踏会のような格好で踊り狂っているギャビストンにも同じことをさせているっていうので、何あいつらって言って、このギャビストンも一緒に大品種を買っていた。ね。そんなのはまずいと。お父さん遊び相手としてつけたギャビストンなんだけれども、あのギャビストンをやっぱりこの2世に一緒にいさせたらダメだギャビストンは追放だっていうふうにやってアイルランドに追放って命じたんですね。 で、遺言をお父さんはその時にもう一個残してた。スコットランドと一緒に、だからスコットランドとはずっと戦えよっていうのと同じように、ギャビストンの追放は絶対解くなよっていうふうに言ってたんです。お前はろくなことないから、あいつと一緒にいると。って言って亡くなってったんだけど、エドワード2世はお父さんが亡くなった瞬間にその追放を解いて、待、まあ、て、呼び下ろしちゃったね。ギャビストン君やったね。持ってきた。ありがとう。って言ってね、こうやっちゃったんですね。ああ、これはまだね、とんでもないことになるよ。で、そんなエドワード2世にも奥さんがいます。王妃。 ね。フランスの王妃、フランス人の王妃を呼んでたんです。イザベラという。奥さんを呼んでました。で、まあ、この人を結婚するっていうことでですね、結婚の手続きを落とするっていうことで、久しぶりにイングランドからフランスに国王、エドワード2世が出てくるっていうことになって、で、ここで結婚を手続きするからルスになりますね。で、そのルスになってる間、摂政が必要だ。この摂政をギャビストン任命したんです。騎士階級。下級身分の。 騎士階級の人を、波入る諸行貴族を飛び越えて、このギャビストンをセッションにするって、なんなんあいつ、また始まるよ。これは諸行たちは。で、さらにですね、結婚が行われました。で、そして来ます、イザベラも来ます。嫁入り道具みたいな宝石とか、洋服とか、キラキラしたものをね、指輪とかいっぱい持ってきました。で、これを見て、ギャビストンは言います。ああ、なんかあの、指輪綺麗でいいな。エドワード君、あの宝石、 指輪、僕にくれない、はいギャビストン君あれ欲しいのうん、わかった。じゃあ、僕は持ってくるね。おい、イザベラ。ちょっとそれがしてくれや。はい、ギャビストン君こっちでね、これでいけ。ああ、やったーありがとう、エドワード君やっちゃったんですね、こういうことを。来て早々にこれもね、イザベラ、怒り浸透ですよ。 もうさあ、だって若かね、フランスからこう、イングランドに来て、異国の地でどんな待遇をしてくれるのかなと思いきや、開港一番、身ぐるみ引っ張かされるっていうね。でこれであの、ギャビストンってやつ、あいつなんなんてなったわけだ。で、しかも、さらにですね、エドワード2世の暴走はとどまるところを知りません。自分の姪っ子をギャビストンと結婚させて、ギャビストンを王族にしようっていうような、そんな動きも見せ始めます。えあいつ王族になっていいの なんかね、それ日本でも同じような話聞きますかあいや、っとね、このエドワード2世がそんなことをやり始めた。で、これには周りの諸侯たちもね、怒り始めますよ。俺たちを差し置いて、あのギャビストンってやつ何なんだもう我慢ならんっていうことで、我慢ならん者同士、イザベラと諸侯が結びついて、この反エドワード2世、反ギャビストン連合ですよね。結びついて、よしって言って、パッってね、取るときに早技で、エドワード2世とギャビストンをフッとらえた。 で、そして、ギャビストンはもう一回、アイルランドに追放というような形になりそうだったんだけれども、この時にですね、連行のいざこざの中で、ギャビストンは暗殺されてしまった。これね、もうどさくさに紛れて、詳細はよくわかってないらしい。ただ、ギャビストンは暗殺されてしまった。悲観にくれるエドワードにせ、ギャビストンが、<laughs> なんで殺されちまったんだよ 悪いのは俺なのに。ヤミストン君は何も悪くないのに。なんで死んじゃったんだよ。っ <laughs> て言ってですね、こう泣き崩れるエドワード2世に。また、とある二人組が寄ってきます。国王様、お気持ちをお察しいたします。さぞかし大変だったでしょうね。って言ってですね、また悪い奴らが近づいてきたんです。名前をディスペンサー親子と言います。で、この人たちは貴族です。 岸身分ではありません。貴族です。生地貴族だからっていうことで、権力持ってるんですね。で、そんな奴らが、このエドワー、昇進のエドワード2世のもとに近づいてきて、で、そうして、うまく取り入って、またこのディスペンサー親子をですね、エドワード2世は、すごくこう、もう愛した。また愛人関係、親とも子とも、すごいね。で、このディスペンサー親子っていうのはね、どうやらあの、シモンド・モンフォール。あの人の、部下として戦ってた人を、 親に持つ、だから、子と孫、うん、らしいんですけれども、まあそんな感じで結構だから長く政治の中枢にいる人たちだったみたいね。で、生じ権力持ってるからっていうんで、ディスあのギャビストンとは違って、すぐにこのディスペンサーは、 自分の土地に、諸行から奪った土地を自分の土地に勝手にしちゃったりとか、あとはね、権力持ってる方で賄賂がいろいろ入ってくるから、あーい、じゃあいい感じにしときますからね。はい、ありがとうございます。あなたもね、ありがとうございます。どん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 ,どん私服を肥やしていってしまった。さあ、悪いぞ悪いぞ。どんどん国が疲弊してくる。こういう奴がいると、冥心という奴だな。あ感じで言うと、ね、冥心という悪い進化、悪い家臣だ。 で、さらにですね、イザベラが目障りだってことで、このイザベラをロンドン島という今でもあります。島に遊兵しました。ね、バーンって。もう、身ぐるみ引っ張がされて、そして自分の体まで、身柄までこう取り押さえられてるっていう、もうこんな仕打ちはないよ。ということで、このイザベラのエドワード2世、そしてディスペンサー親子に対する憎しみというのは、どん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 このロンドン島の暗い空間の中で増していっている。そんな中で、とある一人の男性と出会います。 モーティマーという、この人もカクカクしかじかあって、エドワード2世国王には反乱を起こしたいと思っているアンチ国王のお考えの人でした。モーティマーというね、あの、これ、これ全く関係ない話なんですけど、ミッキーマウスって言いますね。ミッキーマウス、ディズニーのミッキーマウスって言いますね。あのミッキーマウスって、モーティマーマウスっていう名前に なるらしかった。ね、その直前までそうだったらしい。っていうのもね、ウォルト・ディズニーがミッキーをデザインして、で、よしって言って書いたときに、これはモーティマーマウスだ。モーティマーマウスとしてこの世に送り出すとって言ってやって、もうそのリリースの直前まで行くっていう、もう明日にでも提出っていうときに、奥さん、ウォルト・ディズニーの奥さんが、ちょっと待ってあなた。そのキャラクターはミッキーマウスにしよう。ミッキーマウスがいいんじゃない って言った奥さんのその一言の提案でミッキーマウスになったんですって。だから奥さんがいなければ我々あのキャラのことを未だにモーティマーマウスと呼んでたかもしれない。<laughs> モーティマー・マウスだったら、今ほどあのキャラクターはポップだ、人気な存在になっていたかはちょっとわからない。ね。そんなモーティマーちょ、全然関係ない話。マジで全然関係ない話だ。モーティマー、マウスじゃない人間のモーティマーという人と出会ってですね。で、この人とイザベラ、王妃イザベラがだんだんと不倫関係となってしまいます。 ね、エドワード2世もエドワード2世で全然関係ないところとを関係を作って、で、イザベラもそういう関係に走っちゃったんですね。で、走行しているうちにこのモーティマーを脱走させるっていう手引きをして、あの、イザベラが裏で動いてモーティマーを脱走させる。で、後を追うようにイザベラも脱走して、で、このガス購入という、このね、アキテーヌ地方のガス購入、このボルドありますけども、ここにまだイングランドの土地残ってる場所ありました。 ここへ行くっていうことになりました。え幽閉されてる身分で、うまく抜け出して。しかもフランス、ここ、なんで通れるんだ大丈夫無事なのこの人。大丈夫なんですよ。なぜ大丈夫か実はこのイザベラ、お隣フランスの国王、フィリップ4世の娘なんです。<laughs> はい。<laughs> だから大丈夫なんです。 フランス人、ただのフランス人じゃなかったんですね。もうピッカピカの王族の娘だった。で、しかも、ちょうどお隣フランス王国で、自分の兄弟が国王に即位するっていうことで、それの戴冠式にっていうような口実でイングランドを抜け出し、でも実際に向かったのはパリでもランスでもなく、ガスコーにュだったんだ。 で、ここでは愛人モーティマーが待っている。そして、アンチ国王派の諸侯たちもいっぱい集まっている。お前たちも追い出されて辛かっただろう。あ、モーティマーさん、あなたもここに来てたわね。久しぶりに会えてよかった。って言って、こうやってどん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 、倒すべきはエドワードの2世だって言って、こう、どん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 ですね、その復讐のメラメラの炎でもって、大軍団を結成し、そして、フランスの近くにいる諸侯の協力、フランスの協力も得て、さあって言ってですね、攻めていった。で、攻めていったところ、 イングランドのこのモコドーネにいるイングランド人の諸行たちからも、王妃様万歳王妃様万歳 <laughs> って言って <laughs>、みんなこの上陸してきたクーデター勢力の王妃イザベラを支持した <laughs>。もう裸の王様だったんです。文字通りの。文字通りの裸の王様だった。 というこのエドワード2世、1ヶ月も経たないうちにこのイングランドはあっという間にイザベラの勢力によって制圧されて、そしてこのクーデター成功。エドワード2世は敗位となり、で、ディスペンサー親子も一緒にとっつかまり、このディスペンサー親子はすぐに、すごいよ。この時ね、すごい、あの、極刑がどういうものだったかっていうと、まずね、首を吊って、 で、もう死ぬ直前まで首を吊る。でも、そこでは殺さない。で、解放して、その後に腕を固めて、腕と足を固めて、体を切って内臓を取り出す。で、さらにそこから四つ咲きの刑わかりますちょっと実、やらないですよ。やらないですけど。四つ咲きの刑っていう極形が課された。 エドワード2世は無事だったのか。エドワード2世はとある場所に幽閉されて、ねそして次へ何をされるのかなって待ってます。で、そんなエドワード2世のとこにイザベラは部下を仕向けます。イザベラは部下にこう言った。いいえあなた。奴をできるだけ残虐な方法で殺してきなさい。やり方はあなたに任せる。いってらっしゃい。っていうふうにやったんですね。 で、さあ、その部下、何をしたか。鉄の箸を持ち出して、鉄の棒ですね。鉄の箸を持ち出して、で、先っちょを火で炙って、真っ赤っかりして、焼け、鉄橋を作って、で、それを、エドワード二世の肛門、お尻にぶっ刺して、ぐり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 って、内臓を焼き切る。で、そうやって殺す。 っていう、すごくないそうやってエドワード二世は殺されていきました。誰によって、奥さん王妃のイザベラによって殺されていきました。ものすごい夫婦喧嘩。ねでもそんだけ鬱憤が溜まってたんでしょうね。で、そして次の世代へとなっていきます。そんな、もう、権限の中だった エドワード2世とイザベラだったんだけども、ちゃんと世継ぎが生まれてたんです。これもすごいことだけどね。まあ、やっぱり世継ぎを残すのが一つ国王と王妃の仕事だっていうことでですね、王妃男の子、エドワード生まれてました。この男の子が3世、エドワード3世として就任することになりました。この人も若くして就任して14歳。まだ14歳で就任して、しかも50年間長期政権を築きます。 1327年から77年っていう長いですよね。歴代5位の長期政権です。これ前のパートでヘンリー3世、あの人が歴代4位だったですけど、この時代、だからすごいね、短期間で、そういう長期政権を築く国王がポンポンって出てきてる。で、こんな、もう最低最悪のエドワード2世だって20年くらいはやってるんですよ。だから、結構、だからそういう意味でも、このプランタジネット長期って結構安定してる時期かなっていうのは思ったりしますね。 で、この人、あの、お母さん、イザベラ。で、お父さん、エドワード2世です。ってことは、なんかすごい、決闘だよね。この人ね。すごい血統だよねこの人ねすごい血統だよねこのことが、ちょっと後々響いてくる。で、お母さんのイザベラと、あとは愛人として、やってきたモーティマ。この人が、だん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 と、政治を牛耳り始めて、しかも、横暴になってきた。好き勝手やり始めちゃったんだ。 ね、好き勝手やられてその鬱憤を晴らそう。あいつらにリベンジしようって言ってクーデターを起こして自分たち実権握ったのに、また歴史は繰り返すだね。同じようなことになってきたんだ。で、この愛人モーティマ、応募になったモーティマ、一番応募だったのが、エドワード3世のことをめちゃくちゃ可愛がっていた、エドワード3世のおじさん、エドマンドという人を自分に歯向かってくるからっていう理由だけで処刑してしまった。これにはエドワード3世めちゃくちゃ怒った。 なんで勝手なことやってんだよって言って、このモーティマーとか、あとお母さんのイザベラとかにどん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 不信感を募らせて、そんな勝手な政治を行ってるっていうことで、諸公たちの不信感っていうのもどん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 募っていった。そして、3年後ですね。まあ、年としては18歳になってますかえっ、ー、と、モーティマーがですね、ついにエドワード3世、決心したエドワード3世と諸公たちの手でとっ捕まって、モーティマーが処刑されます。で、この時も、さっきのやり方と同じだ。 最後、四つ咲きの毛。で、この愛人モーティマーの四つ咲きにされるその風景を目の前でイザベラ、この人に見せたんだって、えーね。これもすごいことだ。で、そのトラウマを植え付けさせた上で、イザベラを幽閉する。で、狭い空間の中で、あとはお前一生そこで過ごせ。って、お母さんを閉じ込め、 そして、エドワード3世は18歳になって自分で政治を行う。歴史の用語で申請と言いますけれども、申請開始となりました。制度的な部分で、むしろこの人は目立った功績を残している人です。今の今日の我々にもちょっと馴染みのあるところ、こういうものを制定していってます。例えば、借位。 爵位には五爵位というものがあって、公爵降爵伯爵四爵断爵五爵位というものがあります。英語だと、デューク、マークフィス、アール、バイカウント、バロンって言いますね。アールってのはアールグレー。紅茶のアールグレーなんていうのもありますけど。あれはグレー伯爵という意味だったりします。まあそんなところでも馴染みありますかで、バロンっていうのは前ね、バロン戦争とかって言ってたバロン。 こういうのを改めてちゃんと精度化しましょう。今までなんとなくちょっと位が高いっぽい人は白と呼んで、まあ、ちょっとそれよりも低い人は諸行あなんか断尺や、な、言葉わかんないけどみたいな感じでやってたんですね。それをちゃんと精度化しましょうってやったのがこの時。まあっていうか、まあ、ちょっと半分嘘なんですけどね。嘘っていうのはね、この Y カウント。 四尺だけは、またさらに一世紀後になって定められて、で、100年後くらいに五尺位が全部で揃ったっていう、エドワード三世はその基本を作ったっていう、ま、ともかくエドワード三世五尺位っていうような元を作った人ですね。で、この尺位、身分、貴族の身分っていうものがしっかりと確立されたっていうことによって、議会の方にも変化が起きます。貴族院というものができてくる。で、これで任院制になりました。 貴族院と庶民院っていう任意制になりました。今の日本も衆議院と参議院っていう任意制を取ってます。で、実はこの任意制ね、貴族院というものをイギリスでここの時できて、日本もあの明治憲法、大日本帝国憲法で議会を作るっていう時に、貴族院と衆議院になったんですね。で、その貴族院はこのイギリス、イングランドの貴族院を真似て作ったものらしい。 だからこの辺日本にも影響を与えてるっていうものなんですね。 で、貴族院が設立されて、で、もうこのフランス系のデノープランタジネット帳ではあるけども、もうこのイングランドの人がイングランド語、英語を話して議会を進めようっていうことで、この頃から議会でも英語が公用語のような形で英語が話されていくっていうことになった。フランス語を話しなさい。英語は過当な、下船な、卑劣な言葉ですよ。なんていう、そういう概念っていうのはこの頃からだんだんとなくなっていったっていうことですね。さらにもう一つ、ガーター勲章。 というものもこの人が定めました。これ今でもあります。なんかね、本来はこれ、イングランドの騎士の一員になれるっていう、その勲章らしいんですけれども、まあね、今はもう戦うっていうことはそんなにない時代というか、この自流ですから、まあそういう上で、このガーター勲章っていうのは、イギリスに特に貢献のあった貴族、王族とか外国で、特にこのイギリス王室と親しくしている人、 っていう人たちに与える勲章っていう。だからも特別なものなんですよね。日本人でも、このガーター勲章を受けている、そんな人物がいます。誰でしょうえ、誰、誰だろうね。す,すごい金持ちの人なんだろう、三木谷社長とか、そういう孫社長とか、そういう人違うんです。そういうね、あの、あれですよね、指示とか、 そういうものではないんですよ。もう完全にこれはもう貴族の同士の、王族同士の取り決めで結ばれるものです。日本でこのガータ君賞を受賞しているのは、上皇陛下です。平成の天皇ですね。あの、一世代前の平成の生前退位なさったあの方です。ハゼの研究でもう有名ですか あの、上皇陛下がガーター勲章を受章しているっていうね。で、あの、キリスト教圏以外の国では日本だけらしいですね。っていうくらい、結構このイギリスの王室、日本優遇してくれてるなっていうのもこんなところで見える。まあ、そんな今にも生きてるガーター勲章というのを定めたのはエドワード三世。まあ、クイズでこういうのも出たりしますね。ガーター勲章、エドワード三世ね。覚えてるといいかもしれない。 さあ、そんな制度的な我々にもちょっと馴染みのあるところを定めたエドワード3世なんですけれども、政治の方でもこの人大きな動きをしていきます。お隣フランスで、 西フランクからその後ということでフランス王国で続いていた王朝、カペイ朝、350年続いたカペイ朝がついにここで断絶することになりました。ね、お隣フィリップ4世という強い穴あに事件を起こしたあのフィリップ4世という国王の息子息子息子っていうことで息子3人でやってたんだけども、この人たちがみんな比較的若くして亡くなってしまって、後継ぎがいないっていうことになっちゃった。ね、ただ、 いとこの家系がある。だからあの、フィリップ4世からすると、あれ兄弟ですよね。この人たちからすると、いとこの家系がまだ続いているから、このいとこの家系でやっていこうぜっていうことで、そのいとこのフィリップ6世という人が新しく王朝、バロア朝という王朝を開始するっていうことになりました。で、これをエドワード3世は、あ、なるほどねって言って、一旦認めて、で、そしてあの、まだこれですから、 ね。多分今日が最後です。これやんの。多分今日が最後です。ね。イングランド国王として、この立場では対等なんだけども、フランス国内では自分はフランス王の配下っていう。フランス王の配下にしてイングランド王っていう。このねじれ関係は未だ健在なんです。ね。ここにあります。ガス購入という地方があります。このガス購入公の立場。 アキテーヌ公か公という言い方で言うと、ガスコ入地方のアキテーヌ公の立場として、改めて、この、フランス王に、神獣の礼、取ったわけでね。フィリップ六世様、ご就任おめでとうございます。ご即位おめでとうございます。って言って、こう、進化の、真珠の礼を取った。あんだけれども、このフィリップ六世、フランス王が、この後すぐにですね、この、アキテーヌ、ガスコ入も、なくすぞ。 ここ全部フランスの土地だ。こんなの残ってんの。気持ち悪いって言ってですね、剥奪っていうふうに宣言し始めたわけですね。で、これを聞いてエドワード3世が、なんだと。そんな勝手なこと許せねえな。いや、ちょっと待てよ。あいつ、なんか、新しい国王とか言ってっけど、俺じゃねえのだって、母ちゃん、フランスの元の王様の娘だよ。 フランスの王様の娘の息子。俺直系だよな。俺直系だよな。俺の方がフランス王にふさわしいんじゃねえのあいつだっていとことかつってさ、って言って、フランスの王位継承権をエドワード3世が主張し始めたんです。<laughs> 俺イングランド王だけど、フランス王にもなれるんじゃねって言ったわけです。さあ、 ここでフィリップ6世とエドワード3世の譲らないフランス王位をめぐってのバトルっていうのがここで始まることになった。これをきっかけとして始まった戦争が、そう、100年戦争というやつです。この100年戦争ではあの有名なジャンヌ・ダルクも後半の方に登場してくることになる。この100年戦争。時はですね、この時1337年です。 14世紀。日本で言うと室町時代に突入するかぐらいの頃ですね。そんな頃に100年戦争は始まっていくことになります。その時の国王がエドワード3世ということですね。 さあ、ということで、前々回ぐらいから前回、今回ということで、いろいろ見てきましたね。プランタージネット長、ヘンリー2世から、じゃじゃじゃっと来て、ジョンとかもいました。そして、エドワード1世、2世、3世、え、まで来ました。結構個性的な国を多かったんで、一人一人ということで焦点やってて、みっちりやってしまいましたね。ちょっと面白くなっちゃったんでね。ちょっとやってきましたけども、次回、この100年戦争のことをざっと、見ていきたいと思います。そうだな、目標として、10分でわかる。100年戦争。<laughs> そんな感じで。 していきたいなと思います。できるかな頑張ろう。まあ、最大目標15分ってところでね。まあ、ジャンヌ・ダルクも登場するけど、100年戦争、ジャンヌ・ダルク以外のこと何知ってるやっぱりわかんないっていう方のためにやりたいと思いますん、ね、で、楽しみにして,てください。ではまた